10月21日土曜日東京高楽園ホールで開催された格闘技イベントクラッシュ154に来イで活躍する工事チーム1が登場クラッシュ宮田光プロデューサーのリクエストを受けて12月9日土曜日エディオンアリーナ大阪で開催される K1 リバース2の PR を協力することとなったフォトカルロス P に電話する工事 宮田ピートの仲良しショットも MMA デビュー戦へ向けて調整を続ける工事だが、なんとフルス K1 のサポートを決断。18年には、新生 K1 初の大阪大会でタケルと対戦。敗北となったが、歴史に残るな勝負を演じた。その後、20年9月からは雷神に電撃移籍し、ナスカワ天心だと拳を交えてきた。 今回はフルス K1 の大阪大会の盛り上げに協力する。リングに上がった工事は、僕は K1 とクラッシュ大好きなんで、ありがとうございます。アンバサダーって、可愛いい子がやることでしょ。俺みたいなおっさんがアンバサダーやったら、K1 ファイター怒っちゃうよ。PR 大使みたいな題名は置いておいて、応援しますよ。今はゴリゴリ MMA やって、必ず MMA で仕返しして、 UFC を目指しているんですけど、本気でやっているんですよ。K1 のリングに上がるってのはできないので、MMA 真剣にやるので、とコメント。今回は K1 参戦ではないが、あくまで大阪大会の PR に協力するようだ。その後、K1 カルロス、菊田プロデューサーに電話、大阪大会に自身がプロデュースする成り上がりファイターの参戦をリクエストした。果たして、 工事がどのような形に K1 の協力することになるのか。